差し物守り手も長くは持たぬか。あやつらがいずれはコートに。ヒソたちよ、今こそその知恵にすがろうぞ。イルナメレルカンタクシス、ドゥクーナルルナラシンミミアト。このようなものが封じられていたとは。高家の長か、久しいな。そなたとは面識はないが。何、お前の身に流れる血に行ったまでだ。我をここに封じたな。ならば私が何故ここに来たのか語るまでもないであろう。聞くまでもないさ。我は全てを見ているからな。どうした、使うがいい。そのために我はここにいるのだからな。うへぇ、でっけぇもん。どんだけでかい奴が使ってたんだ、このもん。あっ、大恐竜だもん。なんだよ、ただの石像じゃねえか。おっさん、びっくりさせんじゃねえよ。この石像、人かしら。不思議な姿をしているわ。これはもしかしたら我らの始祖の姿かもしれんな。伝承では今の我らとはかなり異なる姿をしていたという。なるほど、その姿をかたどったってわけかい。こいつどっかで見たような、見てないような。大恐竜も。大恐竜ね。確かにあん時のテレシアに似てなくもないが。この監獄島はメリアたちの先祖が作ったもの。いや、伝承では我らの始祖が生まれる遥か以前より存在していたらしい。誰が何の目的で作ったものかは定かではないが、ここを封じたのは我らの始祖であったという話だ。一体何を封じ込めたんでしょうね。
興味あるわ。見るがよい。始祖の残した碑文だ。写本はコートのあちこちで見ることができる。多くの研究者が挑んできたのだが、解読できたのはごく一部だ。おい、シルク、あの記号。うん、モナドの表面に浮かぶ文字とよく似てる。だけど、何か気になる。どうした？始祖が封じたという監獄の扉、開く資格を持つのは皇子とその後継者のみだという。じゃあ陛下はもうこの中に？おそらく。始祖よ、そなたの末代皇太子メリア・エンシェントが推参した監獄の扉、我が治世の希望のため開かれん。墓所と同じか。すっげえ。ねえ、助けなくていいの？心配無用だ。意味は分からぬが、必要な手続きらしい。今こそ枷を解き放とう。どうしたシュルク、急ぐぞ。見たんだろ、顔つきどもをバッサバッサと切り倒してる未来のビジョン。分かってる。やっと来たんだ、ためらうことなんてねえって。行きましょうシュルク、奴らが足止めを食っている間に。そうだぜシルク、ここにはあの顔つきの鬼神兵を倒す手段があるに違いないって。そしてメリアの親父さんを救うんだな。ああ。
ここは塔の外に出たみたいね。おいシルク。うん、間違いない。ここが僕の見た場所だ。メリアか。父上。これは父上。よく来たな、モナドを継ぎし者よ。あなたは。でけえ。まさか。そうだ、太古に滅んだと言われる巨人族、ヒソはこれを封じていたのだよ。我が名はザンザ。我はここでそなたを待っていた。待っていただと？そなたは始祖によってここに封じられたのではないのか。モナドは我が打ち鍛えし剣、我の慈しみ、それを振るう者のことは手に取るようにわかる。このモナドをあなたが。そうだ、鬼神界に降するため、神の剣としてはるか昔に我が作ったものだ。だけど、なんでこんな残酷な目に。モナドとはこの世界を構成する断り、根源元素、エーテルを自在に操る剣。断りを操ることで物は断たれ、力は増幅される。そなたも見てきたはずだ、その剣が起こす様々な現象を。我はかつてその剣を振るい、巨神と共に戦い、鬼神を打ち倒したのだよ。あんたがあの鬼神をぶっ倒したってのか、こんな小さい剣で。その姿形は幻影、使う者の意思一つでモナドの姿はいかようにも変化する。要はそのうちにあるもの、その力。そしてその強大すぎる力ゆえ、それを恐れた古代のハイエンターによって我は封じられた。バカな、始祖たちがそのような理由で。人とは概してそのようなものだ。我がここにこうしているのがその証。学ばれよ、新たなるハイエンターの指導者よ。モナドは本来巨神が持つべき剣、鬼神に対抗できる唯一の力。使い手の成長とともに全ての断りを断つ力を秘めている。だがそれで全てが解放されるわけではない。モナドには枷をかけているのだ。枷？ある特定のものは立てなくしてある。特定のもの。そう、その枷を知っていたからこそ奴らはモナドでも切れぬ鬼神兵、顔つきを生み出したのだよ。
こだ？どこがこの力の中心だ？あいつらは、そうか、もう来やがったってか。抜け目はねえよな。だがよ見つけたね。どんだけ防備を固めたところでこいつは防ぐまいな。あザンザさんとやらいよ。モナドは人を斬ることができない。それが枷なんですか？それと顔つきとに何の関係があるのですか？それを己が目で確かめるのだ。さあそのモナドで我をこの枷から解放するがよい。そしてモナドを差し出すのだ。我ここに全ての枷を解かん。さすればモナドはあらゆるものを断つ剣となるであろう。立てぬものはただ神のみ。よせシルク。メリオ、なぜ？気にかかるのだ。始祖たちが何故このものをここに封じたのかが。だけど僕たちにはもっと力が必要なんだ。それは君だって同じだろ。そうだが、それはそうなのだが。ちょっと待てよ。こいつはただ枷とやらを解いてくれるだけなんだろう。だったら迷うことはねえって。だがメリア、分かってほしい。僕にはやらなきゃならないことがある。鬼神兵を倒すんだ。シュルクよ、我は強制しない。代償も求めない。選ぶのはそなただ僕は継ぎし者よ、その意志しかと受け止めた。今こそ枷を解き放とう。さすがよ。さすがは名手様の槍だぜ。どうやら間に合ったみてえだな。俺たちがここに来ることを知っていたのか。ああ、雑魚が何勘違いしてやがんだ。俺たちの目的はそれそこのデグヌボイよ。モナドに余計なことされちゃ面倒なんでな。槍に来たらお前らがいたってわけよな。白い顔つき。ザンザ、答えてください。ザンザ、聞こえているはずです。思念派か。この若者たちを生贄としてまた繰り返そうというのですか。我に話しかけてくるお前は何者だ。そして何を知っている。ザンザ、
私はあなたと対話をするためにここに。騎士兵、僕はお前たちを許さない。待ちなさい、あなた方と戦うつもりは。お前たちはフィオルを返せ。調子に乗んじゃねえって言ったろうがよ、クズ。シルク、弱い、弱すぎるぜ。ダンガン、小娘が。メディア、ほんとモナドがねえと弱えよな、てめえらは。え、ダンバンさんよ。貴様、何者だ。なぜ俺の名を呼ぶ。わからねえのか。これでよ。この技は。いや、まさかそんなはずは。ダンバン、やめなさい。その者たちは私たちの目的ではない。そろそろ引導を渡してやるぜ。いねや、うぬぬに。やらせはせぬぞ、騎士兵。変化、ゲームは。大事ないか、メリア。はい、父上こそ。ふざけんじゃねえぜ、クソジジイが。そうよ、このたった一刺しでさ、弱すぎるぜ、お前らはよ。陛下、僕はまた。モナドを継ぎし者よ。ザンザ、無事だったのか。頼む、今すぐモナドの枷を。我の姿は形骸、すでに風は解き放たれている。風はそれを振るう者の意志、振るうがよい。そなたの意のままに倒したいと思う相手を念じ、力を解き放つのだ。ザンザ、騎士兵、僕らはお前たちに食われるだけの存在じゃない。うわあ、モナドの形が。いけません、その力に身を委ねては。シュルク、なんだなんだ、小僧、まだやろうってのか。ダンバーさん、素早くかわしたもん。
なんでノラドがいてんだよ。いて、いて、いや、いて、いて、おいおいおい、話が違うだろう。いよ、ここだ。ダマだ。おお、疾風陣、止めるなよ。リキ、勇者リキに任せろ。いて。なめたことしてやがって。大剣捕獲リッドエッジ。こっちへ。まあ疾風陣、ところが大剣捕獲を愛できた。シャドウアイ、一体モナドに何をしやがった。陛下が受けた痛みだ。やめなさい。な、すげえ。以前のモナドとは違う。そうだ、その力だ。存分に力を振るうがよい、シュルクよ。これがあなたの望んだ通りの結果ですか、ザンザ。そうか、お前はそうだったか。予定調和の外にあるもの、気づかぬわけだ。人、人間。フィオル、生きて、生きていたのか。ザンザ、変わらないのですね、あなたは。それでも私は好きにするがよい。目的は果たしました。祈祷します。ち、命拾いしたな、ダンダン。だが次こそとどめ刺させてもらうぜ。フィオル、僕がわからないのか。フィオル、分かっていたのに。シュルク、なんでだよ。なんでこうなっちまうんだよ。父上。メリアよ、我らが希望なくでない。嫌です。泣いて希望となる資格を失うのなら、私はそんなものにはなりたくない。メリア、だって私でなくとも良いのでしょう。ホムスの血が入っているだけでいいのなら。そんなことを気にしておったのか、大バカ者め。だってハイエンターの希望、それはそなた自身が選んでなるものだ。それを忘れなければ資格など後からついてくる。だが忘れるな。要はそなたが希望だから愛したのではない。愛した者に希望となって欲しかったのだ。モナドを継ぎし者よ、私はそなたに
託したい。蘇我伏した者と、そなたならきっと。はい。メディア、泣きたいのなら今は泣け。だが涙が乾いて後は。メリア、行こう。シュルク、私は公主とか希望とか、そんなことは後でゆっくりと考えればいいじゃないか。僕なんかでよければいくらでも力を貸すよ。一人の人間、メリア・エンシェントとして、奴らの蹂躙に屈しちゃいけない。そうだな、それが私のなすべきことなら。芝居がうまいね、ザンザ。すべては世界のため、役者にもなろうさ。代役に立ってあげてもよかったのに。その気持ちだけは受け取っておこう。ふん、嵐は近い。以上のごとく、皇太子メリアの即位は1年の服務の後とする。なお玉座空位の間は皇太子殿下の采配により、私が摂政としてその職権を行使するものである。これに不服依存ありし者はこの場にて巨神の皆においてその旨を申し立てよ。記録院、探求院ともに全員一致で殿下のご裁定への賛成を決定いたしました。諸君、諸教の指示に感謝する。つきましては殿下、大気深海対策会議を開きたくここに進言いたします。対策会議か。確かに早急に防備を固める必要があるが。防備だけではございません。攻勢に出ると申すのか、このコート復旧の折に。我が探求員に策がございます。みんな、どうしたんだの？なんか変だもん、すっごく変だもん。お腹グーグーで悲しいのかも。おっさんよ、さっき飯食ったばっかだろうが。半日くらいで悲しくなったりしないんだよ、俺たちホムスは。そうなのかも。ホムホムは我慢強いんだもん。リキ尊敬するもん。でもあなたたちの顔やっぱり気になるわ。ダンバンだって急に一人になりたいだなんてどこかに行ってしまうし。あの鬼神兵の奏者のことであろう。メリア、もう大丈夫なのかい？大丈夫とは？父上のことなら心配は無用だ。私は進まねばならないのだろう。強いな、
メリアは。茶化すな。それより私たちにも話せないようなことなのか。僕たちの幼なじみなんだ。コロニー9で鬼神兵に襲われて死んだと思ってた。俺たちを忘れちまったのか。似てるだけでフィオルンじゃないのか。もし彼女がフィオルンだとしたら、本当に辛いのは僕たちじゃない、ダンバンさんだ。どういうこと？フィオルンは妹なんだ、ダンバンだ。そのフィオルンとやら、シュルクの大切な人だったのだろうか。大切？当たり前さ。俺たちはそのために旅をしてきたんだぜ。あれがフィオルンなら、なぜ、なぜ答えてくれなかったんだ、フィオルン。そうだ、ダンバンさんのところに行こう。ダンバンさんなら。
探しましたよ。こんなところにいたんですね。シュルク、すまんな、みんなに心配かけたか。どっちかっていうと僕の方が。ん？みんなと一緒にいてフィオルンのことばかり考えている方が気を使わせちゃうみたいで。気を使わせる？ええ、フィオルンが僕たちのこと何もかも忘れてたのが。そういうことか。シルク、俺はな、ここで悲しんでいたわけじゃないんだ。あいつが生きていたことを一人で喜んでいた。ダンバンさん、ピオルンは俺が結構大きくなってから生まれた子だった。割とすぐに親父が鬼神兵にやられてしまったからな。俺は小さなあいつを守ってやらなきゃって自分が父親みたいに思ってた。羨ましかったですよ、フィオルンが。そうだな、あの頃からずっと一緒にいてくれたんだったな。ええ、俺はな、シルク、フィオルンを嫁にやるならお前しかいないと思ってた。なんでずっと一緒にって言うならラインだって。あ、でもな、あいつはフィオルンには好かれんだろう。そうなんですか。そうらしい。俺なんか自分の昔を見てるみたいで嫌いじゃないんだけどな。いや、だからこそダメなのかもしれない。なあシュル君。はい。失われた命は絶対に帰ってこない。それに比べればどうってことないと思うんだよ、記憶がなくなるくらい。そうか、そうですよね。小さい頃から一緒に過ごしてきた時間はそんな簡単に消えるもんじゃない。もし記憶を失ったとしたって取り戻せばいい。力を貸してくれ。な、頼むぞ。はい。よし、戻ろうか、みんなのところへ。お、戻ったな。気持ちの整理はついたのか。ああ、心配かけたな。シュルクも平気か。うん、ダンバンさんと話してすっきりしたよ。そうか。シュルク殿、カリアン様がお呼びです。あ、何か起きたのかな。さあな、言ってみればわかることだ。方々、
お呼び立てして申し訳ない。いえ、何か僕たちにお話があるとか。私は皆さんにお詫びせねばならない。ハイエンターの傲慢を我々ハイエンターは鬼神から遠いという地の利と、そして先人が残した強固な防衛機構に安穏としていた。いや、しすぎていた。鬼神兵の信仰を下界の匙として座視していたのは誤りであったのだ。カリアン殿下、それじゃあ。ええ、これからは我らも共に鬼神界に立ち向かっていこうと思う。兄上。そしてお願いがあるのだ。ホムス、ノポン、ハイエンターが手を取り合って旅している君たちの姿こそ、巨神界連合軍のあるべき姿。連合軍編成への準備としてホムスやノポンとの橋渡しを頼みたい。どうしました、シルク殿。あの、少し考えさせてもらえませんか。シルク殿は我らに力は貸せぬとお考えなのだろうか。兄上、そうではないのです。メリア、シルクにはやらねばならないことがあるのです。シルク、らしくないよ。ごめん。別に責めてるわけじゃないって。フィオルンのことだろ、考えたいことって。うん、だよな。ハイエンターがホムスやノポンと手を取り合うのはお前も願ってたことだもんな。だけど僕は。行くがよい、シルク。メリア。私は陛下の父上の愛を信じられなかった。やっと気づいたのは父上が死ぬ間際だった。大切なものの価値、失ってから気づくのでは遅すぎる。そうであろう。ありがとう、メリア。僕決めたよ。僕はフィオルンを取り戻しに行く。だが、いいのか。俺が一人で探しに行った方がみんなに迷惑かけるわけにはいかん。僕は、僕自身がフィオルンを取り戻したいんです。シュルク、連合軍の方は任せておけよ、俺に。お前ほどうまくできないだろうけど、やってみる。俺にできるだけのことをさ。いや、それは私の役目だ。私はハイエンターとホムスの根血だ。皇太子であり根血児である自分ならきっと連合軍をまとめられる。メリア、それじゃあ。ああ、私はこのコートに残る。お別れだな。あなた、それでいいんだ。もちろんだ。だがその幼馴染を取り戻したらすぐにまた戻ってきてくれ。待っているぞ。ありがとう、メリア。やっぱりカリアン殿下にちゃんと話してきた方が良かったんじゃ。兄上なら分かってくれる。それより周りの重臣どもがうるさいことを言い出すかもしれんからな。面倒は少ない方が良い。そうか。じゃあ、行くね。ああ、さっさと用事を済ませてこい。手伝ってほしいことは山ほどあるぞ。わかった。ちょっと、なんなのだ、あのさ。
あなたのことを応援してるからね。どういう意味だ？シュルクの望みを叶えるためにわざと離れるなんてなかなかできることじゃない。私は仲間として当然の。でもね、覚えておいて、距離が離れるとやっぱり気持ちも遠くなりやすいの。それはピオルンって子を見つけたら、できるだけ早くあなたのところへシュルクを連れていく。希望は捨てないでね。ありがとう。いいってこと。私はあなたのこと気に入ってるんだから。兄上。ご出立ですかな、皆さん。これはご挨拶もなしに出て行こうとしてすみません。でも僕たち行かなきゃならないところがあるんです。なるほど。ですが、置き去りにされる我が妹は少々寂しそうで不憫ですな。私は皇太子としての義務を。メリアがもう一人？違うもん。メリアちゃんと匂いが違うもん。ええ、妹にはもう少し巨神界のことを勉強してきてもらわねばなりません。その間、皇太子としての公式行事をこなすためこのようなものを用意しました。兄上、皇太子殿下、神下として部をわきまえぬ非礼でありながらお願いしたき儀がございます。うん、申してみよう。シルク殿と共にコートを襲撃した鬼神兵の追撃をお願いしたく存じます。カリアン殿下。シルク殿、事情は全て伺っております。今はお心のままに行動されてください。いつかまたお力を頼る日がきっと来るでしょう。殿下、ありがとうございます。粋だね、あの王子様。ほんと、あれでもう少したくましかったらね。たくましかったらなんだよ。さあ、よかったね。白銀の鬼神兵は体験の警告の先に築かれた奴らの拠点ガラハド要塞方面へ飛び去ったとの報告が入っています。厳しい道中となるでしょうが、妹、よろしくお願いします。わかりました、必ず無事にお連れします。摂政よ、そなたからの婚制心得た。シュルク殿と共に必ず果たしてまいろう。強烈にございます。僕も行こう。アルビース、君が？ガラハド要塞に向かうには巨神の右腕バラク雪山を抜けなければならない。あそこは雪深い山脈だ。初めての人には越えるのはままならないだろうから。そうか、予言官殿は。よし、そうと決まったらすぐ立とう。連合軍のことはお任せください。今まで手を取り合うのに壁となっていたのは我らの傲慢さなのですから。できるだけ早く僕たちも合流します。楽しみにしていますよ。それでは勇ましき者たちの旅立ちに我らの敬意を。なんだよ、来た時とはえらく違う態度だな。そういうこと言わないの。行ってきますカリアンさん。
やっ。さてと、ガラハド要塞へ行くには大剣の警告を通らなくてはいけない。コロニー6があの状態じゃポットを打ち上げるわけにもいかないわね。どうやって行くの？巨神の右腕から降りるのさ。巨神の右腕は鬼神の剣、つまり大剣の警告を掴んでいるからね。なるほどな。さっきも言った通り、右腕は雪深い山脈でね、一筋縄ではいかないよ。みんな準備はいいね？おう、バッチリだぜ。いい返事だ。右腕にはマクナ原生林経由で行く。あの短距離ポットに乗ってね。さあ行こうか。はい。